演奏をね、ここで聴けてなかったりね、もうほんまに、うん、裏方の仕事をね、すごくしてくれてる人がいて、本当にいろんな人がね、うん、なんか、最初のそう、オープニングムービーでも、何バンドがオーディション受けました、110人で、大ちゃん、うん、そのバンドの数のその倍の人間がね、そのバンドに関わってまして、はい、で、まあ、僕たちこうして声なんか選ばれて、はい、立って、ね、この舞台に立たせていただいているのは、その、まあね、そういう悔し涙もありの、このステージだと思うので、はい、最後の曲でね、僕らね、本当に精一杯ね、本当にね、表現しないとね、はい、いけないということで、いけないということで、僕たち、最後の曲なんですけれども、はい、ほんまに、その僕たち、エスパニョーラ三世らしいといいますか、はい、ほんまにずーっと長年やってきた曲でありまして、ずっとやってきた曲です、最後のね、はい、僕たちの動きまくるステージといいますか、その本当にね、その感謝の意味を込めましてもね、その 100%、はい、いや、なんか120、150ぐらいの勢いで僕たち動きまくりますので、はい、本当に会場の皆さんも、そのね、一緒に楽しんでいただければなと思います、はい、お願いします、はい、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、では、聴いてください、最後の曲、ジリンのボトルです。
Yeah.